チャオ、ゆりこたやかです。みなさんこんにちは。今日は何のコスプレしてるの分かったんですか？お、このスバの赤ちゃんです。夏っぽくてすごく赤が似合うと思います。いやー、髪も水色だし、これがね、一番お気に入り。やっぱり綺麗ですよね、リボンが緑の感じで、キラキラしてる。かわいい。いいね。オーバーロードはこの素晴らしいの世界に祝福を、コラボとしてます。今回オーバーロードをやりながらガチャガチャしたいと思います。イエイ！このスバのキャラクターが出るのかなってお楽しみ。特にアッパインに目指してるんですけど、他のキャラクターも出たらいいよな。はい、じゃあ行ってきます。わぁ、いや、なんかよね、オーバーロードの世界なのにこのスバの世界も入ってくるからね、面白い。いや、アッパさんを狙っていきます。何十回いきます。レッツゴー。私は青のバラのティナ。ティナ、ティナちゃん出た。いやー、やっぱ。ダークネイスの写真が、エロ写真が出た。かわいい、セクシー。ダークネイスちゃんも可愛いよね。あ、ザ写真が出てるんですけど、もしかしてチャンスがあるということじゃない？あたつまさん、はい、よし、もう一回、もう一回に行きます。行きます。お、何が起きてる、何が起きてる。わー、色すごい。どういうこと？無限の闇を凝縮し、最強の暗黒剣じゃないこれ。ロロロー、私が負けない。でもリーダーラクスが出た。あ、かわいい。かわいい。でもね、キャラクター出たんですよ、一人。ちょっとメインキャラクターっていうか、並んでたキャラクターじゃないけど、めっちゃかわいかった。もう出たらなんとなくわかるよね、一番最初から。戦闘前で言い合うこと。私をあなたのパーティーに入れてくれ。私はだから。この、ガンガン前に出るの。ちょっと赤じゃないけど、ちょっとキャラクター落として。でもかわいい。あ、やった、出た。ラッキー。やって。やっぱり出るとね、全然いや嬉しいよね。もうやばい。もらってるのキャラクターがラキュースとラクネスちゃん、ゲット、イエイ。ちょっとアクアちゃんね、とねやってなかったんですけど、最後あるからもう最後でやってみたいと思います。そうですね、今度ラクネスのコスプレもしようかな。かわいい、超 M、 超 M。 よし、パース。でも2回とも出るのかな、出たらすごいよね。にゃー、難しそう。でないよね。あれでもね、難しかった。ちゃんが一番狙ってる。出なかった。よし、ガチャガチャをやって30回をやったらダクネスちゃんが出た。うわ、嬉しすぎる。やば、やっぱりもう出た瞬間にも
もうテンションがなんか我慢ができなくて、うわー出たーって思って、やっぱりアコちゃんのコスプレしちゃったねって思ってたんですよね。やっぱりラクネスどこかいつかやりたいなって思って、こういうねちょっとエムな感じの用言が あるってさ、やっぱりたまらんなって思って、オーバーロードの世界なのにこのスパンのキャラクターも出てくるのがやっぱりいい意味で不思議なの世界に入ってくるよねって思って、でクロスオーバー、外国の言葉ねよく使ってるの、クロスオーバーが2つの作品が1つになってるの時がやっぱりなんか嬉しいですね。で特になんか世界としてはにめっちゃ似てると思うから、キャラクターがね合わせても全然おかしくないし、アルベールを遊びながらダクネスちゃんとかを使うのことが一番いい楽しみ方ですよね。今日はアコちゃんをやってダクネスちゃんももらって満足です。またよろしくお願いします。コメントしていいねボタンしてチャンネルを登録をしてください。お願いします。また。